こんばんは、るりです。本日は、アジサイのこういうピアスを縫っていきたいと思います。これはイヤリングバージョンです。こちらはみゆきビーズのドロップっていう形のもので、この穴の内側に色が染色されているので、こう縫っていってこうまとまっていくと、ここの部分がちょっと濃いところができて、こう角度によって見え方が違うという形になって、すごい可愛いです。何種類かのカラーがあるので、いくつか作って、ミンネとベースで販売しておりますので、ご覧ください。この辺は最近の私の作品を並べてみています。と、葉っぱの部分はチェコビーズですね。ちょっとちっちゃめの葉っぱを作っています。だいたいこちらが、ビーズ部分が円周じゃない、直径が2センチぐらいになっておりますね。みゆきのこのドロップビーズのは、真ん中1、周りが6、その周りが12で縫っていく形になります。全部で19個の、ドロップと葉っぱが1。で、あとは今回ピアスにしようかなと思うので、ピアス金具ですね。これは10ミリの直径のサージカルステンレスのものを使っていますが、もうちょっとちっちゃくてもこの小ぶりなのを作るときはいいかもしれないです。で、あとフェルトですね、2センチ角ぐらいのフェルトに縫い付けていって、こっちに縫って最後こっちでカバーするっていう形にしていきます。裏側は合皮でもよろしいかと思います。あとは刺繍用の針ですね。これは、先日ご紹介しました、チューリップの広島針のフランス刺繍針、細身の10番を使っております。糸はみゆきのビーズ用の糸ですけども、白でも全然いいと思うんですけど、今回は生地もグレーなのでグレーを使っていきます。で、最初にまず針に糸を通して玉留めをするんですけども、このビーズ用の糸ってすごく玉留めがしにくいなと思って、最近思ったのは、最後に布で玉留めする時みたいに、このように、人差し指の上に、針の一番端っこを置いて、針を置いてくる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 と4、5回してそのまま抜いていきます。そうするとこんな感じで玉留めができますので、余分なところを切り落としてスタートしていく形になりますね。これを思いつくまではこう指にいつも通りこうかけてくるくるくるってやるんですけど、なかなかこうくるくるならないので、このビーズ用の糸ってすごいやりにくいから四苦八苦してたんですけど、このやり方にしてから一発で綺麗にできるようになりました。では縫っていきます。まずは一番最初は一心縫って、これ裏側にする形でど真ん中に刺して、こっちが表になっていきます。1個すくってで出した糸を出てるところのすぐ横に刺して、これを中心のビーズとします。念のため緩んでくるので、もう一回同じように塗っておきます。で、このビーズの周辺に6個分塗っていきますので、ビーズのすぐ際から針を出して1個だけすくってすぐ横に刺す。
で、まあ、一周たっと行ってもいいんですけども、こう歪んできてしまうので、私は反対側にまず刺して3個並べます。で、間に2個2個入れたいので、ビーズの際から出して1個すくって、すぐ横に刺して止める。開いてるところに針を出して、1個すくってすぐ横に刺して止める。反対側もやっていきます。これで真ん中の1個プラス周りに6個分縫い付けることができました。ただこれだけだと1本しか針通ってないし、こう緩んでくるので、1周針を渡したいので、際から出してビーズの穴だけにこう針を通していきます。そうするとビーズが全部同じ方向を向いてくれるので、この針穴のところのカラーの部分が綺麗に整列してくれて、上から見るととても綺麗な感じになります。円にしてキュッと引っ張りたいので、最後の1個はもう1回通します。なんで今6個分プラス1個の7個通した状態でキュッと引っ張ると綺麗に整列をしてくれて、この真ん中のピンクの部分がこう綺麗に並んでいくような形になりました。じゃあ一回後ろに通してから、で商品の時はこれで抜けてくると嫌なんで、軽く私は玉留めで留めておきます。そうすると緩みにくいので、次12個縫っていくんですけど、そういう時もいいかなと思います。では続いて外周12個縫っていきます。ビーズとビーズの間とビーズの横を入れていく形になりますので、ビーズの間に刺す、間間間って入れてって、またその間間って入れてってもいいと思います。最終綺麗に一周分並んでればいい話なので、あっちこっち行ったらまあ糸がもったいないし、こう不格好になりがちだと思うんですけど、どんな順番で刺してってもまあいいのかなと思います。さて、ついに梅雨入りしましたね。私最近すごく雨女だなって思うことが多くて、というのも自転車の救護でこういろんな県に行ったりするんですけども、大体まあ基本は屋外なので、雨が降ると執務も大変なんですよね。なんですけど、ここ最近のレースは常に雨。カッパを去年新調したんですけど、買ってから使う機会がすごく増えて、今まで大して持ってなくても困んなかったんですけども、ゴアテックスのカッパを上下買ったんですよ。そしたら本当に毎週雨で、モンベルのゴアテックスのズボンと、上はエーグルのになっちゃったんですけど、持ってて、ま、でもすごい重宝してて、どっちもし、もちろん染みてこないし、風も通さないので寒くならないし、
助かってますね。けどやっぱり晴れがいいです。ただ晴れると今度暑くて熱中症の人も出やすいし、自転車とかだとこうそれによって足つったりとかっていうのが起きてくるので、どっちもどっちなんですけど、まあ幸福かな。スポーツをやってたら何かしら障害は出てくるんでしょうがないんですけどね。ただ最近私が行くレースでは落車がほとんどないので、最近ちょっとそういう意味では雨女だけど、まあちょっとこう事故に関しては女神様になってるかなと勝手に自負しております。結構こけるときはね、大きくこけちゃうので走りますね、レース会場で。よし、じゃあこれで12個縫えました。ほぼほぼ完成なんですけども、これでまたちょっと形がいびつなので、また全部の表に出して外周一周をこうビーズだけに針を通していきます。で、私のこのやり方だとデコボコしてるんですけど、これでだいぶ是正はされます。多少デコボコしてても全然可愛く仕上がるんですけど、とりあえずこのビーズのいいところはこの針穴にカラーがついてるところなので、その向きはやっぱり揃えてあげると仕上がりが可愛くなってくるんじゃないかなと思います。1周でもいいし、2、3周しとくと間違いないかなと思います。縫ってからこの針穴が細すぎて、こうピンクはちょっとうまく渡ってないなっていうビーズを見つけたりするんですけど、こうやって集合体になってると、それはそれで一つの味としていいのかなと思います。で、今回アジサイでちょっとこの横から見てみてポコッとしてるのが可愛いので、最後この一周通したやつをちょっとキュッと引っ張ってあげて、裾つぼまりみたいにするとポコってなるので、これでやっていこうかなと思います。で、裏に出して玉留めをします。合皮に直接縫うときはそんなに大きい玉留めじゃなくてもいいんですけど、フェルトのときはやっぱりこう抜け出ちゃうことがあるので、一応一番最後はもうちょっと1回縫ってもう1回ぐらい玉留めをしたりします。最終接着剤でつけちゃうので、よっぽどそこからずれてくることはないとは思うんですけども、まあそれによって緩んじゃうので、それがちょっとなと思います。なんかで、この糸を切ってもいいですけど、葉っぱをつけるときに使いたいので、このままとりあえず置いといて、で、この余分なフェルトをカットします。で、その時に裏もちょっと見ながら、この今縫った糸を切っちゃうとほどけちゃうので、で表から見えない方がいいんだけど、ある程度ちょっと大きめじゃないと、金属がピアスの金具が隠れなかったりもありますので、でも雑に切っといて、こう裏側のこの縫ったところとの境目のゆとりを見ながら、ちょっと綺麗な丸に調整を
しますね。立ちバサミでもいいんですけど、こういう細かいのやるときはもうこういう糸切りバサミでのこのハサミの形のやつが私は最近気に入って使ってます。ではちょっとここ気持ち葉っぱをつけるためにとんがらせて切ってます。表からもちょっと覗いております。ここにこのチェコビーズを縫い付けていきます。チェコビーズはというかこの葉っぱに関しては、あの針の穴が横向きに通ってるので、こうですね、こう向きなので、それもちょっと違うバージョンもあるのでなんですけど、で葉の葉脈が綺麗な方が表に出るようにしたいから、こっちじゃなかった、こっちを表にするのでこう通しますね。でフェルトにそのまま何回か縫い付けていったら OK です。まあこの先っちょがニョキってこう外に出ない方がいいので、毎回ちょっときつめにキュイッと引っ張ってもらって通してを繰り返していくんですけど、何せフェルトなのでこういう時にちょっとフェルト自体が緩んで穴が開いたりはあるので、まあそういうのも考慮した上で何回分か縫い付けていくようにします。今3回目かな。ちょっと針穴が4回、5回目かな。今ちょっときつくなってきた感じですね。いい感じに押し込んで場所を調整します。よければもう玉留めをして切っていきます。で先っちょが出ないように縫って切ります。でこの表側がこうやってポコッとさせたせいで裏側がちょっとへこんでおりますので、このポコッとをキープするためにここにちょっとフェルトの今カットしたフェルトを埋めていきます。もう全然見えなくなっちゃうのでどんな形でもいいですが、表に出ないようにだけしてください。これダイソーさんのブラシ型の瞬間接着剤ですね。ちょっとトロンとしてるので、あのアロンアルファの本当にサラサラのやつより扱いがしやすいです。もう1枚ぐらい貼りますね。手に貼る。これをやるとどうしても手が両くっつきます。よいしょ、やばい、
ケイトガイソウ来ちゃった。そのうち取れます。よし、じゃあ、続いて裏側の処理になるんですけども、こういう合皮でもよろしいかと思います。この辺とかは合皮で処理をしてあります。夏におそらくこのアジサイって使うことになると思うので悩ましいんです。こっち合皮にしてありますね。どっちが、汗が弾くのは合皮、吸っちゃうのはベルト、耳かゆくなったりするのは多分合皮の方な気がしますので、まあお好きな方でよろしいかと思います。今回はベルトでいきます。それをこの裏側に合わせてちょっと大きめに切ります。これでいきますね。で、中央に一旦穴を開けて、で、そこにピアス金具をします。で、金具のこの内側、フェルトと接触する部分にを接着剤をつけて、まずここで一回くっつける。で、今度はこの金具とこの子をくっつけるんですけど、周りは私は縫って処理をしたいので、この金属部分にだけつけて貼り付けます。今回ピアスなんで向き特にないですけど、こういうイヤリングの時はこう横に線で切れ目を入れて、でこのクリップの通して貼り付けてっていう形なんですけど、この場合はこの葉っぱが耳の左右に合わせてどっちの方向に来てほしいかっていうことで、こんな感じで左右対称にしてあるので、この向きがこんな風にならないようにだけちょっと注意をしてやってください。こんな感じですね。で、最後ここをまた縫っていきます。同じ、まあ別に布用の糸に変えていただいてもいいですけども、このまんまの糸でもよろしいかと思いますので、ビーズ用の糸ですね、玉留めをして、でこのフェルトとフェルトの間から針を通してこの玉留めを内側に隠します。で、あとはまつり縫いをしていくので、向こう側とこっち側に針を入れて締めていく。で、葉っぱのところは縫えないのでちょっと避けつつ、この時に葉っぱの向きとかをちょっとうまいこと引っ張って調整をしてあげたりもします。で、この時に周辺にまで接着剤をつけてると針がすごい硬く通りにくくなったりもしますし、金具に対して直径が狭すぎると金具に当たって拾えなくなりますので、うまいことサイズを切ってください。
ピアスの金具だったら8ミリとかでもこれだったら十分かもしれないですね。面が大きい、ギリギリぐらいで大きい方が安定はすると思います。なのでまあ5ミリとかよりは8ミリとか、これだったら10ミリっていう形ですね。でこんな感じで一周縫えました。でも完成なので、玉留めをちょっと遠めの位置に作って中に、ここにちょっと距離ある感じでやって内側に入れ込みます。この中に玉留めが入りました。でいらないのはもう切っちゃって、玉留めが出てきちゃった。そしてキャッチをつけたら出来上がりになります。このちょっとパープルっぽいのに内側に結構ショッキングなピンクが入ってるので、向きによってこう全然カラーが違って見えるのが可愛いと思います。左右作っていただいて、ぜひねこうペアで作ってください。アシンメトリーで違うカラーでも面白いかもしれないですし、あとビーズをこう一色で今回作ってますけども、何色かこう混ぜて作るっていうのも可愛いかなと思います。同じシリーズでこんな感じのブルーなんだけど内側ピンクっていうのもあるし、で今回のがこれ、こんなのもブルーに緑のラインっていうのもあるし、透明にピンクのライン、あとはクリアとか、ちょっとまだこれ開けてない、透明にちょっとくすんだ感じのピンクのラインがも出てますね。なんで例えばこんな感じで混在させても可愛いと思いますし、こういう色がいろいろ入っても、同じこのブルーの中でこの糸通るところの穴のカラーが違えばまた違って見えますし、こんな感じで 2,3 色混ぜても、まあアジサイって結構お花自体がそんな感じで1個の花でもちょっとカラーが一色でパンッという形ではないので、それはそれで可愛く出来上がるかなと思いますので、いろいろアレンジしてやってみてください。はい、ではこちらで本日の動画は終わりにします。ありがとうございました。